皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、最近使い切ったものたちを紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。はい、ということでね、ちょっと動画撮ろうと思って使い切ったものたちを捨てずに置いてたので紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目はですね、トリートメントなんですけど、こちらシマーっていう私が行ってる美容室のシークセラムっていうね、洗い流さないクリームタイプのトリートメントです。これはその美容師さんにおすすめしてもらなんて使ってんねんけど、結構ね、吠えてるね結構10プッシュぐらい使ってもなかった、何もなかったっぽい。そう、結構10プッシュぐらいね、私は髪に塗ってます。すごい髪も乾燥しやすいので、濡れてる髪にしっかり塗ってからドライヤーして、でドライヤーした後にもさらに塗ったりとかして、あと髪の毛巻いた後とかにも塗っても大丈夫なので、これね本当にいっぱい使いましたね。もうすでに2本目なんですけど、すごくおすすめなんですけど、まあ今美容院行けないからなかなか買いに行けないんだけど、美容室に売ってます。普通に市販でも売ってんのかな、ちょっとわかんないんだけど。そして続いてですね、続いてはボディクリーム、白のサボンのボディミルクですね。このボディクリームはお風呂上がりに使ってるんですけど、そう、動画でも紹介したよな。めちゃくちゃいい匂いで、匂いが好きで買ったんですけど、塗ってても本当に朝まで乾燥しないし、ベトベトせず、割とサラッとしたタイプのボディクリームで、なんかボディクリームって塗ると結構ベトベトとかぬるぬるするのが嫌やけど、これは本当にそんなことなくて、なんかこう水分まだ言ってる水分を増やしてくれるような感じ、内側がしっかり潤うような感じがするから結構好きなんですよね。なんか他にもね、白のね、もう使い切ったものがいっぱいあったから、今日ねちょうどネットで全部注文した欲しかったやつだから、また購入品が届いたらそれはそれで紹介したいなと思います。じゃあ続いてはこれ安定ですね、もちスキンですね。吸着泡洗顔のブラックですね。そう、黒もちスキン、最近はね黒にしました。なんでかっていうと、なんかねずっと自粛始まってからお家出れなくなって、割とずっとすっぴんでいる日が多かったんですよ最初は。でもそうするとなんかすっぴんでいた方がこの毛穴の開きとかもすごい気になって、なんかこの辺とかブツブツっていうか、なんか毛穴目立つなって思ったりとか、毛穴がすごいずっと開いてるような感じがして、なんかすごく気になったから、ずっと白を基本的に使ってたけど、最近は黒お持ちスキンを使うようになりました。まあそしたらだいぶマシやし、なんでなんだろう、すっぴんでいた方が肌が荒れる感じがして、最近はメイクするようにしてるんですけど、そうでメイクするしたらね、なんかインスタライブとかもやろうっていう気にもなるし、こうシャキッとするから、なんか朝起きてからちょっとご飯食べて、ちょっとしてからちょっと仕事のことして、で落ち着いたら一旦メイクしてっていうような生活してるけど、でもやっぱ毛穴気になる時はほんと黒もちスキンに切り替えて、しっかり鼻のとこ洗ってあげるとだいぶマシになるから、これはね愛用してます。洗顔はねほんともちスキンばっか使ってる。なんか今限定でフルーツの匂いのねもちスキンが売ってて、だいぶ前に買ってストックしてるんですけど、これはねメロンの匂いね、これ買ってみました。だからこれがなくなったんで次はこれに切り替えようかなって思ってます。そう、あとイチゴの香りもあったから、自粛が始まる前にドフトに行って見つけて買ったんですけど、でも数量限定やねんけど、で店舗にしか売ってないのかな、もしかしたら。だから今ちょっとなかなか買いに行けんかもしれんけど、こういうのもあるよっていうお話。じゃあ続いてはスキンケア用品いきたいと思います。まず一つ目はこちら、この前動画でも紹介しましたね、クリニックのモイスチャーサージ72ハイドレーターっていうジェル状のクリームですね。もうない、ほんまに綺麗に使い切ったんですけど、これは肌の水分量を増やしてくれるコースじゃなくて、なんて言うんだっけ、肌の水分量を増やしてくれるタイプのスキンケアラインなんですけど、化粧水はまだ残ってるんだけど、このジェルクリームはね早くと使い切っちゃいましたね。本当に良くて、化粧前のスキンケアって油分の多いものを使うと揺れやすくなったりとかすると思うんだけど、それが全くなくて、肌がしっかり潤った状態でしっかりメイクができて、メイクも崩れにくいから朝のスキンケアとか他にもすごくおすすめです。でめっちゃ保湿されるし、髪の毛とかにもこれ使ってよくて、手に取って髪の毛の毛先とかにこうやって入れることによって髪の毛の水分量とかも増やしてくれるって、クリニックの人が一緒にお仕事させていただいた時におっしゃってたので、それもやったりとかしてたらね、すごい早くなくなっちゃって、これはリピートで買おうかなって思ってます。でスキンケアで言うともう一つこちら、あと一滴ぐらいいけそうやなこれ、CNP のプロポリスアンプルなんですけど、これ韓国に行った時にもう大量に本当に11本近く買って帰ってきたけど、またね使い切ってしまいました。あとねストックが1個しかないねんけど、これは本当によくて、美容液で使ってるねんけど、本当に肌荒れ
捨てる肌とか、こう赤みが出た肌とか、ちょっとしたニキビっぽい肌とかにもすごく効いて、これ塗ると本当に肌荒れが良くなります。さっきも言ったけど、自粛期間本当にすっぴんでいたらね、どん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 ブツブツ肌が荒れてきて、いややばいなと思っててんけど、これに切り替えたらだいぶマシになって、ここら辺のニキビもだいぶちっちゃくなったので、これやっぱすごいのかなって。口コミとか見ても本当に肌荒れにいいって書いてて、あときめ細かい肌になるし、美肌効果がすごくあると思う。ただなんか私はすごい肌に合うなってめっちゃ思うねんけど、なんか人によってはね、合わなかったっていう声とかもたまに聞くから、どうなんだろうなって感じやけど、 Amazon とかにも売ってます。で CNP のもう一つ使い切ったのがこちらの CNP のプロポリスアンプルオイルインクリームなんですけど、これも使い切りましたね。これは本当にきめ細かい肌にしてくれる、あの化粧水とか全部スキンケアの最後に塗るクリームなんですけど、本当にね、なんか肌がツヤーンみたいな、もうめっちゃきめ細かい肌になるから、あとほんと一塗りぐらいあるからちょっと塗れる。わかるかな、すごいきめ細かい肌になってツヤンツヤンの肌になれるから、これもすごくお気に。これも韓国です、結構まとめて買ったんですけど、あれ一旦いつやっけ、でも言って6月とかか、もう1年前とか、そんなもんか、もうちょ7月とか夏に行ったんですけど、韓国行ったら絶対にね買った方がいいよって言えるアイテム、めちゃくちゃおすすめ。韓国でもすごく売れてるし、オリーブヤングとか行ったら在庫なかったりするとことかも、まあ、去年の時はあったから。でもなんかいろんな化粧水とかクリームとか使うけど、やっぱ肌荒れた時は CNP に切り替えるとすごく良くなる。だからなかなか買えへんかったりするから、日本で買える、普通にクリニックとかをベースでは使ってるけど、ちょっと肌荒れ気になる習慣とかの時とかに切り替えるとやっぱ調子が良くなったりとかするから、本当におすすめかなって思います。はい、じゃあ続いて生活用品いこう。生活用品こちら、デンティスっていう歯磨き粉。これはねもうね何年も使ってる、5、6年使ってるんですけど、すっごいスッキリするからおすすめ。なんかいろんな歯磨き粉使うけど、夜はこれ使うことが多い。なんかその商品のキャッチコピーかな、なんかが朝起きてすぐキスできる歯磨き粉みたいなキャッチコピーやったはず、多分これ。まあね、朝起きてねチューする人なんて私いないんですけど、うん、てか現実的に考えて朝起きてチューとか絶対嫌なんですけど速攻歯磨きするわって感じやけど、でもなんかそういうキャッチコピーの歯磨き粉やねんな。でも本当に口の中がスッキリするからめちゃくちゃおすすめ。何本もリピートしてるね今までに。そう、でもちょっと普通の歯磨き粉より高いけど、なんか一回使ってみたら癖になる感じがする。朝と夜はスッキリするタイプの歯磨き粉使ってて、お昼間はホワイトニング効果のある歯磨き粉を使うようにしてます。そういう感じで決めてる。あとはどれ紹介したかわからなくなって、こっちこれこれは白のなんかちょっとホコリかぶってるけど、白の、サボンのルームフレグランスですね。そう、これも使い切っちゃったんですけど、これはねお部屋に2つ置くぐらいめちゃくちゃ好き。まあとにかく私何回も言うけど、サボンの香りがすごい好きやから、白の商品は全部サボンのラインで揃えてんねんけど、本当にいい匂いするし、なんかいい匂いする人ってやっぱなんか魅力的な感じがするから、お部屋とかもいい匂いにしてるとさ気分が上がるから。そう、私部屋の匂いとかね各部屋こだわってるんですけど、でも一番ねフレグランスの中でこの白のやつが好き。フレグランスもいろいろ試してきたけど、これが一番好きかな。そんな匂い強い感じしひん、ずっと自分の家いるからかな。なんか入ってきた時にいい匂いやなって最初の頃は思ってたけど、なんか慣れてきて、まあ、最近家も全然出ないしあんま分からなくなってきたけど、でもすごくお気に入りで、最近ちょうど白にこれの詰め替え用が出たんですよ。だからその詰め替え用をさっきネットで頼んだから、また届いたら入れ替えようかなって感じで、これはこのまま置いてます。続いて洗濯用品。まずね使い切ったのこちら洗剤なんですけど、アタックのどこに書いてあるんだこれは、アタックゼロの、私んちはドラム式なのでドラム式用のやつ使ってるんですけど、これに変えてめっちゃ楽。まあ、今までのやつはもう楽でボールドのやつポーンって入れてたけど、こっちの方がなんか私洗い上がりが好きだからこっち使ってますね。プッシュする回数で量を決めれるからすごく楽。こうやってさ測ってこうやって入れることなんかチュッチュッチュッってやったらやりたい量が出るからめちゃくちゃ楽ですね。これはねこの前詰め替え用を買ってきました、リピート。で続いて柔軟剤もちょうど使い切ったんですけど、こちらジョンズブランドのホワイトムスクの柔軟剤。なんかいつもはランドリーのやつ使ってて、それもお家に置いてるけど、それちょっと前にドンキで見つけて買ったんですけど、すごくいい匂い。このホワイトムスクの香りも前から好きで、おトイレのおトイレ、まあ、アイドルだからおトイレ行かないんだけど、一応おトイレあるから、おトイレのフレグランスもこれ置いてるんですけど、すごくいい匂いで、あ、この部屋もそうや、
このヘアのフレグランスもこのホワイトムスクのこのフレグランスを使うぐらいいい匂い。トイレとここの部屋同じ匂いなんですけど、洗い上がりもすごいタオルとかふわふわになるし、いい匂いだし、気に入って使ってます。なんか柔軟剤は私結構量守らず結構ドバドバに行くタイプなんですけど、その方がいい匂いになる。でもまあ洗濯の仕方とかそんな別にこだわってないんですけど、柔軟剤はたっぷり入れる派かなっていう感じ。あかんのかな、柔軟剤塗りすぎって。なんかあんまよく分かってないんですけど、まあでも困ってもないんで、そんな感じで生きてます。はい、っていうような感じでですね、私が最近使い切ったものはざっとこんな感じです。でもやっぱ使い切るものって本当にいいものが多いかな。全部リピートしようって思ってるものばっかだったな。すごくおすすめの商品ばっかなので、皆さんぜひ使ってみてください。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そう、最近動画の更新頑張ってるやろ。皆さんも結構時間があると思うから、その分ちょっと何か少しでも楽しんでいただけたらなと、いろいろネタ考えて撮ってるんですけど、もしこういうの撮ってほしいなとかあればぜひコメント欄で教えてください。いつもコメントもすごく楽しみにしてて全部読んでるので、はい、よろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバイ。